この季節が来るたび思い出す光景がある。音楽室にこっそり忍び込んでグランドピアノを弾くのが楽しみだった。その日もいつものように。あの頃私は何も知らなかった。ほんの数年後に父が亡くなり、会社を引き継ぐことも。父の命を奪ったのがブラックスワンという謎の組織だったことも。この世界には特殊な能力イボルを持つ者がごく少数ながら存在する。これは己が運命に抗い世界と戦う若きイボルバーたちの物語である。星の涙空に散らばって祈りは届かぬまま消えてゆく。抗えぬ定めに押しつぶされても繋いだ手は決して離さない。傷だらけの希望を抱いて羽ばたく果てなき夜を切り裂く。廉価高校の女子生徒が失踪？ブラックスワンの謎と私の失われた記憶、どこかに糸口がないか徹底的に調べ直すうちに偶然見つけた私の母校の小さな事件。おはよう、ポテチ姫。また徹夜とかしてない？徹夜でロケしてる俺の言うことじゃないけど。奴らのことは俺が引き続き調べていくから、君は何も心配しないで自分の仕事をしてね。ありがとう。私は大丈夫。送信。前回の奇跡発見は伝説のハッカーキーへの独占インタビューが大評判。番組の注目度も少しずつ上がってきている。そんな中、カンヤが持ってきた次なる企画が。机の中のラブレター？これあれじゃん、今ヒットしてる映画でしょ。だから来てんのよ今手紙が。さアナログな感じが逆に新鮮つうかってことで、手紙にまつわるエピソードを集めて日常に潜むハートウォーミングな奇跡を知ってもらおう。つまりのっかり企画ね。おまそれ言うな。言わなくてもわかるっての。別にのっかってない。正直ろくな思い出がない。でさ社長、俺らの高校の前にラーメン屋あっただろ。あそこのメッセージボードとか取材できねえかな。今もあるの？俺の情報網によるとな、あそこで告白すると思いが叶うっつ噂もまだ続いてるみたいだぜ。何それ、もっと詳しく教えなさい。ユイは意外と好きよねそういうの。ほら教えなさい。決めた、旬の企画だし乗っかっとこ。次回はこれで行きましょう。よっしゃー。ちょっと、ま、廉価高校には調べておきたいこともあるしね。やっぱな
なんだ。弊社の四半期報告書、先ほど監査法人に提出いたしました。同じものをそちらにお送りしましたので、ご確認を。こんな真夜中に電話してきて、四半期報告だと。真夜中？はっ！来週はニューヨークに出張する。報告書は後で確認して、問題があれば返信する。はい。なんだ？いえ、もっとすごく怒られるかと。バカのすることにいちいち腹を立てても時間の無駄だ。番組の方は順調か？はい、これから蓮華高校に取材に行くところです。そうか、後輩たちにバカを映さないように気をつけろよ。失礼します。ああ、知ってる。2年の女子でしょ？半年くらい前から急に学校に来なくなって、なんか失踪したらしいって。もともとちょっと変わった子だったみたいよ。あんま友達もいなくて。なんかね、普通じゃない力があるんだって。何それ。厳しく当たった先生とか部活の先輩とか次々怪我してさ、火のないところでいきなり火傷したんだってよ。ちょ、意味わかんないんだけど。やっぱりこの子もブラックスワンに。お願いします、僕の話を聞いてください。テレビの人ならきっと。マジテンション上がったよな。2年の女子の失踪？それ今聞かれたばっかなんだけど。え？ほら、あの人。アク先輩？そうか、取材でか。はい、先輩はもしかして女子生徒の失踪事件のことで。先輩が来てるってことは、その子やっぱりイボルバーなんですね。こないだの子みたいにブラックスワンに拉致されたってことなんですか？ブラックスワンはイボルバーを集めて何を企んでいるんです？お前。はい。え？お前の取材が先だ。え？ちょ、待って、先輩、先輩。あの、先輩はこの店には入らない方がいいんじゃ。取材したいんだろ？そうですけど。いらっしゃい。いつもので。かしこまりました。あ、本当にまだあった。全然変わってない。お待たせしました。はい、牛肉ラーメンとチャーシュー麺。懐かしい。いただきます。昔のままですね。よく来てたのか。はい、でもいつも一緒に来てた友達が1年の終わり頃に急に転校になって、お別れする暇もなくって。そうか。リンさん。はい。今日来たのは彼女がこの店を取材したいと言うからなんだ。取材ですか？はい、私テレビ番組の制作をやっていまして、この店のメッセージボードのことを取材させていただければと思って。ああ、それはちょっと家内と相談しないと。始めたのはあいつなんですがね、あまり人前には出たがらないので。そこを頼めないか？
たくさんの頼みとなると断れないですね。先輩、そのあんまり無理強いとかは。ちょっと外す。え？あ、はい。はい。え？家内に話してきます。それまでこれでもどうぞ。そんな、お構いなく。あの、すみません、先輩が強引に。構いませんよ。うちはハクさんにはとてもお世話になってるんでね。あの、大丈夫なんですか？はい？もしかして、今もまだ先輩から脅されてるとかじゃ。あ？ハクさんが私たちを恐喝だなんてとんでもない。でも、あの時確かにハク先輩へ封筒に入れたお金を渡して。ハクさんはね、私たち家族の恩人なんですよ。ハクさんがすぐに息子を病院に運んでくれて、治療費まで立て替えてくれてね。おかげで息子は後遺症も残ることなく回復できたんですよ。じゃあ私が見たのは。ハクさんは他人にどう思われようと自分の信じた道を行く人だから、誤解されることも多いみたいだけど、私たちは本当に感謝してるんですよ。だったらあの血のついた手紙は何だったんだろう。取材は十分できたか？はい、ありがとうございます。終わったなら早く帰る。でも先輩はこれから捜査なんですよね。だったら私も。さっき本部から連絡が来た。この付近で奴らの動きがあったらしい。ブラックスは俺のそばにいれば巻き込まれる可能性がある。でも知りたいんです、彼らが何をしてるのか。私も。言っただろう、命に関わるかもしれないんだ。何か分かったら後でお前にも必ず知らせる。だから今日はもう帰る。カンヤ、どうしたの？取材順調か？どうよ、久しぶりに母校に帰った感想は。何かこう思い出すことない？何かって？いやほら、あるだろう。高校時代の切ない思い出とか約束とか、机の中にこっそり入ってた手紙とか。どうしてカンヤが知ってるの？え？ああ、それはまあいろいろ事情があってさ。カンヤ。まあまあ細かいことは気にしないで。取材はどうだったのよ？もしもし、社長、聞いてます？ごめん、また後で。え、社先輩に知らせないと。ことしたって俺の砂はほどけやしないぜ。やめて。こんなことして何になるの？あなたたちの目的は何なの？さあな、俺はただお前をここから落とせと言われてるだけだ。ブレスレット外された。
でも先輩ならすぐに警察が来るわ。そりゃいい。お前の死体を引き取ってもらうとしよう。悪いな、お前には何の恨みもないが、妹のためなんだ。ふざけやがって死ね。お前が風の中にいるならすぐに見つけ出せる。ハク先輩、なんだ力が。もう大丈夫だ。だがあれは、外れた。先輩後ろ。捕まってろ。応援がすぐ来る。後のことは心配いらない。いいざまだぜ。徹底的に締めちゃってください先輩。身の程を知るようなガキが。これに懲りたらおとなしく。俺は誰の指図も受けない。おら、死ね。命をかけてお前を守る。もうなくすなよ。はい。先輩、どうして私が屋上にいたって分かったんですか？ GPS なかったのに。言っただろ、お前が風の中にいればすぐに見つけられる。え、じゃあこれって今度俺を呼ぶときは先輩じゃなくてハクって呼べよ。それから1週間後、報告が届いた。私を襲ったルイスには双子の妹がいた。彼女は強いイボルを持っていたため、ブラックスワンの中枢に囚われており、ルイスは妹と引き合わせてもらうために私を襲ったのだ。そしてルイスとその妹ルチアの兄弟は、父が追っていた最後の事件、連歌式宅一家失踪事件の消えた子供たちだった。父の死、思い出せない私の記憶、すべてはつながっている。ブラックスワン、彼らの黒い陰謀のうちに。捜査報告ありがとうございました。ブラックスワンがお前を狙う理由はまだ分かってない。気をつけろよ。はい。今夜に聞きました。昔私の机にハク兄貴に頼まれた手紙を入れたって。ごめんなさい、私てっきり脅迫状だと思ってて。あの手紙何が書いてあったんですか？これをあいつの机に入れればいいんすね。うわ、血だらけ。予備訓練でヘマしてた。
悪いがお前書き直しといてくれ。入隊期限まで時間が取れそうにないんだ。これはこれでかっけえけどな。ふん、どうせギリギリまでどう書くか悩んでたんでしょ。うわあ、ぶねえ。任務受けたまわりました。ハク兄貴のお気持ちは必ずお届けします。あの手紙は過去に残しておこう。俺たちには未来があるんだから。始めようとしても不意に心揺れ動き、肝心なところでいつも躊躇ばかりして、冷たい風が運んでくる冬の物悲しさに、ため息をひとつ空に浮かべた。舞を見てきた雪が問いかけてくるこの胸の中、忘れかけていた夢を閉じたままでいた希望を今こそ解き放つよ。戸惑わず出てさあもう一度歩き出そう。ここに連中の拠点の一つがあったことは確かです。17年前の件に関わっていたブローカーと資金調達絡みの組織、財界のお偉方も何人か繋がってる感じだったんすがね。つい3日前ですわ。表向きはガス爆発ってことになってますがね。ここまでの報告書です。例の彼女の方はそれらしい候補が見つかったって話でしたけど。確証はまだない。記憶を失っている原因が17年前の事件にあるのなら、下手なアプローチは逆効果になる。 PTSD ってやつですか。なら慎重に行かざるを得ませんな。危ない。必ず取り戻してみせるさ。どんな代償を払おうともな。私を懐かしさへと誘う美しい風景。木陰に揺れる思い出に心を委ねれば本当の君が見えてくる。第6話、その夢の向こう。